平成13年台風第15号は2001年9月に発生し関東地方に上陸した台風である。震路図9月4日に南鳥島近海で発生した台風第15号は日本の南東海上を発達しながら北上し9月7日頃から次第に向きを西寄りに変え始めた。最盛期には945ヘクトパスカルで大型で強い勢力まで発達した。 9月8日頃には小笠原諸島を暴風域に巻き込み、9月10日には東日本方面に方向を変えて紀伊半島の南海上にまで進んだ。この頃の勢力は最盛期に比べると衰えていたが、依然として強い勢力を保っていた。その後、伊豆半島付近で強い勢力ではなくなり、9月11日9時30分頃に970ヘクトパスカル。 最大風速秒速30メートルの勢力で暴風域を維持したまま神奈川県鎌倉市付近に上陸した。上陸後は東京都から茨城県を通過して衰えながら茨城県日立市へ抜け、翌12日には北日本に接近、同日中に北海道の南海上で温帯低気圧に変わった。台風の上陸した関東地方では暴風となり山間部では 記録的な大雨となった。首都圏の交通機関は運休や遅延を余儀なくされた。この台風の被害は四国から北海道の広い範囲に及び、特に東海地方と関東地方では8月にも平成13年台風第11号の影響を受けたため被害が大きかった。ありがとうございます。